はい、ちょっと待ってください。はい、用意スタート。はい、バンさんはどう、その後導入これからっていう、タイトルでやります。僕はアズマと申します。ネット上では大体この指だるまの iPhone、Facebook のといて使ってますんで、指だるま見たら大概僕です。京都から来ました。で普段は、サーバーエンジニア、これ大体10年ぐらいやってまして、で3年ぐらい前からパール勉強しだしたぐらいなので、まあ、パールとしてはまだ初心者で、うん、関西 PM も、0.5 回しか参加してないという、まあ、まだまだ、未熟なもんだんではありますが、ちなみに下駄を履いてます、今も履いてますけど、バウスハンマーと、いう話をするんですが、まあ、知ってらっしゃる方はもしかしたらいらっしゃるかもしれませんが、バウンスメールの解析専用のシステムで、配信とは、一切やらないです。で、もちろんパールで作ってます。で、もし詳しく知りたいなと思った方は、バウンスハンマー .jp 見てみてください。で去年、僕はやっぱりシーアジア初めて、参加で、初めてこう登壇するということになったんですが、ですね、ケーブル忘れたんですね。で、まあ、パワーブックっていう結構古いのを使ってて、ケーブル忘れて、うつらへんしどうしようと、思ったんですが、まあ、その時に猫の神様が降臨されて、MacBook を貸していただいてですね、どうにか、プレゼンすることができまして、それが、ここに去年のやつですね、置いてるんで、もし何やったら見てくださいと思ってですね、今年は、ちゃんとのケーブル持ってきたんですけど、結局映らなかったんで、今年は理事長のパソコン貸してもらってます。で、ちょっとバウンスハンマーパールの話ですけど、公開してから、今年の10月でちょうど 1.5 歳になりました。で、去年、発表した時から、今年の10月まで、まあ、たくさんのバグ、直したりですね、メールサーバーいろんなものを、対応したり、Facebook から返ってくるバウンスメール、対応したりですね、やったんですが、まあ、バウンスメールすごいたくさん種類があってですね、なかなかこう実装するのも大変なんですね。で中身は結局正規表現たくさん大量に書いたりとかですね、まあ、これパールでなくてはなかなかできないなとは思ってるんですけど、まあ、で今日の闇の E メールの、伝説でも言ってはりましたけど、まあ、SMTP ってまあシンプルというよりシンプルトンで、まあ、単細胞というふうに言ってはったように、まあ、非常にこう闇が多くてなかなか大変ではあるんですね。で、結局、解析精度を上げるには、たくさんサンプルが、欲しいなと、いうことなんで、まあ、もし、はい、もしバウンスハンマーのユーザーでいらっしゃったら、これ解析できへんたっていうメールがあったら、教えてください。で、ケーススタディです。アクタイプっていうサイトでですね、導入されてます。これはまあ私が知ってる中で一番、多分大規模な配信やってるかなというところで、1日まあ40万通ぐらい、配信してはります。これ毎日ですね。で、アクタイプはまあ多分キャリアデザインセンターさんという会社がやってやるサイトで、転職されたことやったら、転職された方なら知っておられるかもしれませんけど、私の年収低すぎっていう広告で、有名なところだと思います。で、他にはですね、ちょっとまあ具体名挙げられないんですけど、オンラインストアとか、通販ですね、あるいはメールマガ関係とかですね、で携帯電話での、ドコモとか、U とかソフトバンクのバウンスメールも解析できるんで、携帯サイトでも使われてます。で、来月、2.7.7、リリースします。で、将来どうするかっていう、感じなんですが、はい、はい、トラブル多いですが、あと1分、コロを使いたいなとか、モデルシャスライトを使いたいなとか、プラグ対応したいなとか、あります。で、ちょっとだけ PR します。バウンスハンマーネイルズっていうのをこの前出したんですけど、センドメールとかポストリスクとか、Q メールとか以外の、商用 MTA が作ったバウンスメール、でも解析できるようになってます。これ、一応、ライセンス販売という形で、売ってます。あと、この話の続きは、大阪でやります。来月、関西オープンソース2011というところでですね、大阪南港であるんですけど、そこで、この続きもうちょっと長く、詳しくやりますので、もし大阪、京都、まあ、関西の方ですね、いらっしゃったら、ぜひいらしてください。大阪とか、近辺じゃなくても西日本の方やったら、来てください。まあ、西日本と言わず、東京でも関東、東北でも、
海道でもどこからでもいらっしゃってください。海外でも OK です。